はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。さあ本日ですね、6月13日から6月19日までの皆さんの誕生月別占い、こちらのタロットカードで運勢そのものを出し、こちらの所詮タロットカードでこの出た目に対する提案を出していきたいと思いますけれども、さあ、緊急事態宣言最後の1週間ですよね。いよいよオリンピックに、対しましてカウントダウンが始まるという、もうやるみたいですね。まあ、あえて僕もやるのかやらないのかみたいな占いはやってないんですけれどもね、やるみたいですね。どないしてでもやるみたいですね。まあ金銭的なこと考えたらね、もう延期はできないし、やらざるを得ないというか、まあワクチンね、ぼちぼち打ち始めまして、で東京駅の近所のところが結構空いてる。さやからそんなこんなで、おそらくなんか、64歳以下の人たちも打てるようにするみたいなことをなんか昨日言うてましたけれどもね、もう早くやってほしいです。はい、そんな感じでね、まあ空いてるとこ行ってね、打つのはいいんですけど、お年寄りとか大変っすよね。もうちょっと足悪い人とかね、僕なんかフットワーク彼にどこまででもうすぐ打てるんやってどこでも行きますけれどもね。はい、そんな感じでございまして、はい、皆さんもね、ワクチン打っていただいて、まあ僕も打って、あなたも打ちました、それで大丈夫と思いますんで、まあ、とりあえずちょっとアメリカに特化して言うと、僕あっちの友達に聞いたところは、もうそうですね、打った、もうほとんど打ち終わってるんで、そんなこんなでもうマスクなしに歩いてると、みんな打ったらね、大丈夫やいう話なんで、もともとマスクせえへん、国民柄なんでね、もうマスクなしでワイワイガヤガヤやってるみたいですけれども、まあそれでもまた日本なんかメディアが言うんやろな、もう、打ったところでまだこうなるみたいなことをね、某コンビニ毎日行きますけれどもね、某なんか新聞なんてもうね、コロナネタでもう恐ろしいことばっかり書いてますからね。これでまあ、ほんであとワイドショーもだいぶ助かったやろな、またこれもうみんな売ったからええやんいう話やのに、また蒸し返して言うんやろな。はい、そんなこんなでございまして、皆さんもね、早いことワクチン打って、もう普通の生活戻さなあかんと思うんですけれども、はい、まあ、こんな感じで1年経ってね、どんなもんやいうのは分かったと思います。おかげでなんか手洗いうがいやってたらね、インフルももうないみたいですしね、まあ最低限のこのね、予防はしながら生きていったらいいんではないでしょうか。はい、もうコロナワクチン打ったらまたいろいろと、今までもそうやったじゃないですか、いろんなこの疫病とか流行ったけれどもね、人類はこの薬開発して、打ち勝ってきたわけで、まあ治療薬もいろいろとまた出てくるんでしょうね。はい、そんな感じでね、はい、もうええ風に動いていってんのに蒸し返して、がまたこれが恐ろしい変異株が、薬が効かない、ワクチンが効かない、ちょっとのなんか1例2例やったことをもうこんなに蒸し返していますからね、まあそんなに惑わされないように、はい、僕もね、自分自身のやらなあかんことやっていきたいと思います。はい、話長くなってしまいましたが、早速占わせていただきます。はい、ではまずは運勢そのものを出していきます。はい、ということでね、さまざまなロッキーグッズも販売中でございます。はい、はい、では出た目に対する提案、こちらの所詮タロットカードで出していきます。はい、すべてで揃いました。解説していきます。
1月生まれの方、洗車のカードの聖地とリバース生まれ変わりのカードが出ております。まあもうガンガン言っていいですよ。あなたとあなたにとって大事なもの人、一緒になってね、馬車引っ張ってガンガン言っていい。ただし生まれ変わった気持ちで、まあ新しく なんていうんですか、もう正さなきゃいけない部分は正さなきゃいけないですし、もうこれはあかんって省いた部分はもうたられば考えずに、何でもそうなんですけれどもね、もこれをせえへんかったからって別の選択肢があるんですよ。その選択肢に向かっても、あ、これ もしこれやっとったらどうなってたんやろな、でもいらんことを考えんと、ご自分が選んだ選択肢信じてガンガン言ってください。そのやり方で間違ってないと、それでいいと思うんですけれどもね、いやどうなんやろどうなんやろ いう方ってね結構言ったりしますんで、はい、たられば考えないように、その選択肢でいいと思います。はい、もう生まれ変わった気持ちで新しくガンガン進んでいってください。はい、2月生まれの方、恋人のカードの聖地とガイダンスのカードが出ております。1月生まれの方とよく似てるんですけれどもね、これはまああなたとあなたにとっていいもの、いい人、出会う、はい、出会いますけれども、そうですね、いいホストとの出会うってことなんで、まあね、そのホストに気に入ってもらおうと思ったらね、ガイダンスに従ってください。はい、そんな感じでホストカーがね今通りましたけれども、はい、このなんかホストのお兄ちゃんと俺に会いに来てね、はい、そんな感じでいいもの出会うと思いますので、まあそれをこう今後生かして、あのね、あの好きな方出会った、好きになれる方出会った、あのどう生かしていくか、もうあんまりちょっと奇抜なことはせずに、まあ普通に王道の攻めというか、当たり前の攻めというか、うん、そういう感じでね接していけばいいと思うので、逆に言えばあんまり考えすぎないみたいな意味でもあるんですけれども、はい、いいものに人出会います。でなんかこう なんやろな、見返りが来る、うん、そういうこともあると思いますので、はい、あの頑張ってやっていっていただければいいと思います。でここでちょっと結果が出たとした、そういう部分、そういう意味にも取れますね。結果が出たとしたらそれをもとに、まあ、またね、あの次につなげていくというか、なんというかね、はい、そういうふうに従っていけばいいと思います。ガイダンスっていうのは、まあ、いろんなこの情報あると思うんですけども、先輩とか先生方から聞くとかね、上司から聞くとかね、はい、信頼できる方から聞く、まあ、インターネット上に出ている情報とかね、書物読み漁ってみるのもよし、まあ、自分ではこれええなと思うことは、あの試しながら次につなげていけばいいと思います。いいものいい人、あるいはいい結果出る、週やと思います。はい、3月生まれの方、強行のカードの逆位置とビヨンドイリュージョンのカードが出ております。これはもう夢ばっかり見とったあかんで、幻想の向こう側ですからね、現実を見据えた上で行動して仕事として成り立たさなあかん、そういうことです。ね、まあ、夢描く、ああやりたい、こうやりたい、まあ、それはそれでいいんで、そこから物事始まるんですけれどもね、まあ、現実としてやっぱり結果出すにはそういうわけにはいきませんので、その結果に向かっていくにあたってまず第一歩踏み出さないといけない、まあ、やらないとね、ええも悪いもあの分かんないですけど、まあ、一歩踏み出した上で悪い部分は省いていく、一歩踏み出した上で、あ、これやっぱり現実としてはあかんな思うんやったら、ちょっともうあのやらないのも勇気やと思いますし、ね、さっきも言いましたけれどもね、やらないって決めたらそれはそれで、撤退する勇気というか、なんというか、まあそこで選択肢、それやらないっていうことに決めたら、それなりのまたね、その選択肢を選んだ人生っていうのがありますから、それに対してまた頑張っていけばいいということで、はい、夢見とって飽きませんよ、夢だけ描いとって飽きませんよ、夢だけ描いとったら仕事として成り立ちまへんでいう、はい、そんな感じでございます。はい、4月生まれの方、デスのカードの逆位置とマインドのカードが出ております。これね、もうこの子頭ん中がごっちゃごちゃ、いろんなことがあって整理せなあかんで、そのおかげで、ごちゃごちゃなってるでなんですよね。はい、だからこれあんまり、だからやりすぎて、あれやらなあかん、これやらなあかん、できるんやったらやったらええし、一つのことが落ち着き始めて、ああこれもやろうか、あれもやろうか、はい、やったらええと思うんですけれども、まああのね、こうなんて言うんですか、
まあ、いろんなことできる人器用貧乏とか言われますけどね、器用貧乏がまあほんまにそれを形としてできるんやったらやったらええし、その忙しさについていけるんやったらやったらええしやし、うん、あんまりごちゃごちゃ考えすぎてもうね、あたふたあたふたしてしもて何にも手につかへん、結局どれも結果出せてないやってなったらダメなんで、そういう時はもう一つに集中する、はい。これもね、デスのカードこう出てると、木が全部枯れて新しい木が生え始めるなんですけど、これ出てるとまだどん底状態なんで、ちょっとごたごたしすぎてどん底状態になってるんで、はい、まずはそのごたごたしすぎてるのを、一つ二つやれることに定めていく、うん、そこを見極めることが大事やと思います。はい、5月生まれの方、節制のカードの逆位置とコントロールのカードが出ております。もろこれ両方同じカードですよね。コントロールしてください、節制できてませんよ。はい、飲みすぎ食べすぎ、やりすぎ、お金使いすぎ、何でもいいです。はい、無茶したら飽きまへんで、はい、無茶しなかったらもう大丈夫な週でございますので、無茶したら飽きませんで、体に支障きますよ、生活に支障きますよ、そういうことです、気をつけてください。6月生まれの方、愚者のカードの逆位置とラバーズ、恋人のカードが出ております。ちょっと踏み出せないんですけれども、いい人いいもの出会ってるんで、ちょっと一回踏み出してみてください。うん、踏み出せるけれどもあかん、あかん、踏み出せるけれどもあかんでじゃなしに、何やったっけな、踏み出してないからそのいいものを得られへんで、彼氏彼女できへんで、はい、あの仕事にもお金にも結びつかへんで、なのでやっぱりそこが勇気の部分が引っかかってんのか、いやでも、うん、怖いし、うん、失敗恐れてビビってるのか、まずそこですよね。あかんかったらあかんで引き返したらいいんですから、はい、そんな感じで、うん、あの結果を得たかったら踏み出してください。はい、彼氏彼女が欲しい方は踏み出してください。で、あとやっぱり犬も歩かないと棒に当たりませんよ。はい、外に出て行ってください。はい、そんな感じでございます。はい、7月生まれの方、太陽三三のカードとポリティクス、政治のカードが出ております。これ政治のカードというよりも、まあ表裏というか、なんというか二枚舌じゃ飽きませんよやねんけれども、今太陽三三、いい表向きはええ状態になってますけれども、まあちょっとその闇の部分もあるんであれば、そこの部分をきちっと改善しとかないとダメですよ。後々こうね、表沙汰になったら、まあ政治家で言えばこうね、うまいこと当選したけれども、悪いことして当選したという、金で買収して、当選したっていうんであれば、後々ねそれがバレたらごちゃごちゃしますんで、まあまあ、まずそういうことしないことが大事なんですけれどもね。はい、まあなんか後々ちょっと支障をきたしそうなことがあれば、まあさっきの例はちょっと大げさすぎますけれども、後々支障をきたすことがあれば、今のうちに片付けておいてください。今まあ表面的にはうまいこと言ってますけれどもね、根本的にももういろいろとうまくいかさないと、やっぱりね、表向きだけよく見せとったってあかんので、はい、しっかり土台の部分全部うまいこといくようにしっかりと形付けていってください。8月生まれの方、力のカードの聖地とレイズネス、怠慢のカードが出ております。ちょっと我慢の状態続いてるんですけど、まあまあまあちょっと一呼吸を置いて、はい、ね、だらんとしてください、いっぱい寝てください。ちょっと天気も夜な的なんでね、海へ行ってゴロンと寝転んでみる、公園行ってちょっとぼーっとしてみる、はい、その方がね、すっきりさした方が新しいことで入ってきますからね、一回やっぱりちょっとリセットしたい時はそうすればいいと思いますので、はい、あんまり考えすぎないように、はい、一回リセットしてください、力抜いてください。はい、そんな感じでございます。はい、9月生まれの方、ジャスティス、正義のカードの逆位置とトラスト、信頼のカードが出ております。ちょっとこう出てるよりね、こう出てたらバランス取れる、はい、やったことに対しての見返り、ダブルワーク OK みたいな部分もあるんですけど、ちょっとなんかまあ自分が選んだ選択肢の方を信じて、そっちバーンやってみる、二と思うものは一と思えずじゃなくて、やっぱり一つをこっちは思う方やった方がいい、うん、そういう意味にも取れますからね、うん、でまあこうやでって、こっちじゃなくてこうやでって言ってくれた人を信じる、はい、自分の勘でこっちを選んだな、こっちを信じてみる、
はい、そんな感じで、あの選択肢、ちょっと2社選択があるかもわかんないですけれども、はい、そうですね。で、あとやっぱりちょっと自分がやったことに対しての見返りが少ないなら、まあ、あの自分で、あ、こっちの方がええなと思うんだら、まあまあ一回やってみる、はい、いろんなその ええなと思う方の情報を集めてみる、それで行動してみる、はい、頑張ってください。10月生まれの方、審判のカードの逆打ちとカレッジ、勇気のカードが出ております。復活さすには勇気を持って崖登っていって花取りに行かなあかんで、諦めたことをもう一回気持ち奮い立たして頑張ってください。はい。で、あとやっぱり恋愛に対してもね、ちょっと一回あかんようになったこと、ここらでもう一回ね、理由なんでもいいんですよ。やっぱりね、別れてからこそ見えることってあるじゃないですか。下世話な話ね、エッチもう一回したいと、あいつよりエッチやつはおらへんわ。はい、それでも結構です。はい、戻りたかったら、それなりにね、ちゃんと勇気を持って前に出ていく。ただ勇気を出して告白する、まあ、まあそこがね、第一関門なんかも分かんないですけども、やった上でちゃんとね、形だけじゃなしに、戻ってきた魚に餌やらんじゃダメですからね、うん、そこはもうちゃんと後々のことを考える、はい、そうやってやっていけばいいと思いますので、はい、復活させたかったら勇気を持ってまずそこですね、前に進んでください。はい、11月生まれの方、タワーのカードの聖地とファイティング、戦いのカードが出ております。ちょっとまあトラブル、あるいは大きな移動あるかもわかんないですけど、大きな変化あるかもわかんないですけど、もう戦ってください。はい、トラブルなら戦って打ち負かす、戦って火を鎮火させる、うん、まあまあまああれですよね、ファイヤーファイターですよね、うん、そのぐらいの気持ちで頑張ってやっていく、うん、ちょっとしんどいかもわかんないですけどもね、やり遂げた時はそれなりの結果で出てくると思いますので、あなたの人生に対して、まあこれやってよかったな、乗り越えてよかったなっていうふうになると思いますので、はい、負けずに頑張る、そういう気持ちで突き進んでください。12月生まれの方、デビルのカードの逆位置とザ・ソースのカードが出ております。これはもう根底とかね、内側の中心というか、そういう意味になりますけれども、ここはね、悪いものを切る、腐れ縁を切る、甘えを断ち切る、そうしないと、それが何て言うんですか、一番大事なことというか、なんというかね、うん、でだからもう表面的なものだけもう取ろうとしたってね、何の解決法にもなりませんし、大きい成功にはいつまで経ったってたどり着けませんし、うん、一段一段やっていかないといけないということで、ついついね、人間ってやっぱりもう目先の結果だけをつかもうとするんじゃなしに、結局まあのろまな亀が一番強いいうかね、まあまあそういう言い方が一番説明しやすいかなとも思うんですけども、それやるためには甘え断ち切って、邪念断ち切ってやらなあかんで、はい、もういらん腐れんをいつまでも引きずっとったらあかんでと、うん、だから恋人でけへん、いつまでも前のね、彼氏彼女と比較してしまってる、ダメになってしまったものをいつまでも引きずってる、はい、もう僕のとこ占いに来ていただいて、それこの人復活できるかどうか、ええか悪いか全部出せますからね。悪いって出たらもうそこで諦めて次って進んだ方が絶対いい縁も入ってきますからね。やっぱりなんかこうね、縁的にも悪いの引きずってたら絶対ダメなんで、お金の縁もちょっと運気落ちたなと思った、僕で言うたらね、ちょっと瞑想してみる、はい、パワーストーン、神社の清水で洗ってもう一回リセットしてみる、まあまあいろんな方法あるんですけれどもね、まあまあ要はもう具体的にも根本も いつまでも悪い縁引きずっとったらダメですよ、はい、新しいもん入ってきません、そういうことです、はい、頑張ってください。はい、いかがでしたでしょうか。まあそんな感じでね、もうまあまあみんなね、生活は普通にやっております、でこれで、コロナのワクチン打って普通の生活が戻ってくるとは思うんですけれどね、まあ欧米はもう普通の生活してますわ、うん、まあさっきも冒頭でも言いましたけれどもね、まあそれに対してもまたもう蒸し返そうとして、悪いことだけを言うね、情報を信じないように、自分は自分のペースで頑張っていったらいいと思います。この1年暮らしてみて、自分の周りでのコロナどういうもんか分かったと思いますのでね、
はい、自分信じてやっていけばいいと思います。さあ、そして、私が出しましたこの占い結果が皆さんにとっていい指針となりますように。いい方悪い方おられたと思いますけれどもね。はい、いい方は、おごる気持ちを忘れ、謙虚に頑張っていただければいいですし、まあ悪い、あんまり良くないの出た方はね、それはそれで人間誰でもこうありますから、はい、這い上がるために頑張る、そこが大事やと思いますので、頑張ってください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。